始まりました。今回もスターウェーブなんでやねん。はい、前回の、トカミアガサノからの紹介で、今回のゲストはシンケットボーカリストリキくんです。おはようございます。おざす。おざす。おざます。いや、ついに来ました。レーベルの期待のスーパーボーカリスト。いやいやいや、たまこういうみんなの前に姿を現す機会がないんで。おお。ライブ以外でレアな。お恥ずかしいです、ね。おお、はい、それじゃあ早速ですが、はい、番組恒例のおみやを。そうですね、おみやお願いします。全然大したものでもないんですが。おお。ちょっとですね、おオレオ好きなやつ。好きですか。うん、好き好き。これですね、ちょっと僕特別好きなわけじゃないんですけど好きじゃないんだよ。なんかたまたまちょっと今日食べたくなって、うん、あのコンビニで買おうかなと思ってで買って、それとあと一つあるんですけど。お、お、まだあるの。今こんなものがオレオシリーズで、オレオのなんかファミリーマートで買ったのね。そうですスティックバージョンみたいなのがあって。あ、そうなんだ。なんか僕たちとか子供の頃ってこのサイズ自体多分オレオってなかったなんか箱でなんかちょっとでかい。そうそうそう、こんぐらいの大きいやつが箱に2個こう入ってて、はい、これを、これは新鮮だね。はい、なんか時代って進んでるんだなオレオで。いや、これをさ、こうさ、ここにこう書いてあるようにこう上を測ってちょっと開けて、はい、このちっちゃいのじゃやらないかもしれないんだけど、はい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 、大きいのの時って、そう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 、開けて、はいはいはい、なんかこの中を食べたいの。あ、クリームの部分だけを。だからこう一旦開けて、こいつはこいつだけやっつけてしまおうみたいな。はいはいはい。でもこれできないよね、それは。確かに。これは。なんか爪楊枝とかでほじくって、クリーム出すか。出すか。はい、なかなかオラオラだね。オラオラですね。オラオラな感じで、うん、じゃあありがとうございます。はい、どうぞいただいてください。いただきます。はい、はい、じゃあそんなわけで、この番組はスターウェーブの仲間たちの、普段は見られないプライベートなトークを、さらけ出してしまおうという、そんななんでやねんな、番組です。はい、承知してます。はい、はい、それでは、番組恒例の、テーマを、はい、テーマがここに出るんで、はいはいはい、僕がバラーンって言ったらここにテーマが出るんで、あ、じゃあバラーンっていうのを一緒にやってもらって、はい、じゃあ1個目のテーマ、バラーン、ここに、なんだっけバンドをやるきっかけは何ですか。あ、何でした か。そうですね、もっともっと全然なんかこういう業界とか、うんうんうん、なんか正直言うとあんま興味ないというか、全然詳しくもなくて、それこそなんか本当に有名どころとかしか知らなくて、もう本当全然、まさかこんな今ここにいるとは思わなかったんですけど、当時の僕は。なんかある日高校時代かなんかに、まあちょっと僕の中で今でも尊敬してるバンドさんがいて、あの友達に勧められて、あの、ジャンヌ・ダルクさんを聞いて、あ、かっこいいなって、ちょっとまあ V 系っていうか、もう本当にもう上の方なんですけど、聞いて、あ、かっこいいなと思って、そっからなんか高校の頃とか、なんか文化祭だったり卒業ライブだったりで、まあ、軽くこうライブやって、はい、当時の映像この間見たんですけど、卒業ライブの、はいはいはい、ひどかったですね。すごいキョロキョロ、キョロキョロしてるステージ。すごいね、すごいキャパだよね。そう、体育館がなんか、そう、あ、なんかライブハウス貸し切って。あ、そうなんだ。へえ。まあ多分そうですね、300人ぐらいいたんじゃないですか、ね。すごいね。はい。あ、すっごい、あん、なんか今見るとすごい恥ずかしかったです、ね。軽音楽部とかではなくて。あ、もう関係なく、なんか友達同士で、あ、そうなんだ、俺らも出ようぜみたいな感じ。へぇ、カラオケとか好きだったんで当時。あ、そうなんだ、はい、歌うまいもんね。いや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 、もう前回のアガサマとも
言ってたけど、はい、もう脅威ですよ、ボーカリスト。みんなね、スターウェブの、あの、ボーカリストはみんなが脅威に感じてる。でも、そういう意味では、なんか、この業界とか入る前は、まあ、カラオケですけど、うんうん、あれ俺ってうまいなみたいな思ってた部分あるんですけど、あんだけうまかったね。こう入ると、うん、上には上がいるなっていうのがやっぱ痛感しますね。へ、やっぱなんかカラオケで歌ってる感じと、はい、ライブで歌う感じは全然違う。あ、もう全然違います。なんか最初もライブで歌った時なんかもう後ろで生音が流れてるだけなんで、はい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 、もう全然あーって感じでしたけど、でも今多分カラオケの方が逆にちょっと歌いづらいと思います、うん、あ、それはある、それはあるありますよね。なんそうそう、なんですかね、昔僕もカラオケ大好きで、はい、もう本当に一人でフリータイム入れるぐらい、はいはいはい、カラオケ大好きだったんだけどバンドやりだしてから、僕最初ユニットみたいな感じだったんだけど、はい、でもだんだんこう仲間が増えてきて、で、バンドサウンドでやるようになってからカラオケで歌えなくなっちゃって、あれ音圧がないと、やっぱみんなそうなんですかね。そうそうそう、ボーカリストって、だから僕の先生もそのボーカルの師匠がいるんだけど、はい、その人もこう昔メジャーでいろいろ有名な曲を歌ってたりとかした、はい、そういう人なんだけど、あのでやりだすとあのカラオケで歌えなくなるんだよって言ってた。やじゃあそれが普通なんですかね。そう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 、なるほど、ボーカリストになった証かもね、もしかしたら。ああ確かにまあいいことなんですよねこういう仕事をしてる場合は、うん、そうかも、はい、カラオケがあまり気持ちよく なくなっちゃうのちょっと残念な気がするけどねそうですね、あんなに何時間もいても楽しかったカラオケが。そうなんですよね、もうなんかもうなんでしょうね、他の人の聴いてるだけでいいやとか一人では行かなくなりましたね、うん、一人でね、行ってた、はい、でも僕も一人ではあんまりもう行かないかもしれない、はい、昔もと好きでした、ね、ちょっとライブの前にちょっと声出してとかの時ぐらいかな、その時に行ったりとかする時もプライベートではって感じ。プライベートはあんまり行かなくなったね、はい、全然そう、うん、まあじゃあそんなわけで、はい、ここで、はい、番組を見てる皆さんに、はい、シンケットの、曲をちょっと、聴いてもらおうってことで、はい、じゃあ曲紹介の振りをお願いします。終わりました。わけでね、じゃあミサルかジュリエット聴いてください。なんだよねうちのミサルカの、あのお姫が、リンちゃんが、リンさんが、はい、まあ、あの PV 出た時めっちゃ見て、もう今日は本当に一番かっこいい PV だって。ありがとうございます。僕はどうなるのそうそう、あれ、ね、ツンデレなのかなと思うんだけど、はい、なんか前にこうお化粧してない時に、はい、レーベルの中で一番かっこいい人誰だろうみたいな話をしてて、はい、ヒロシさん、セイサイドアリの、はい、とか、はいはい、まあ、アガ様とか、はい、かなとかいろいろ言ってたのね、はい、リンが言うわけよ、ルイさんじゃないですかって。おお、いや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 ちょっと照れますね、なんかそれそうって言ってたの。そしたらね、あとで露天の春のルイさんのことだったらしくて自分のことだと思ってたんですかそれなんか、いやいやいやおいおいすごい、なんか後から考えるとなんで俺いやいやって言っちゃったのかってなりますよねそう、そんなリンが
認める、ありがとうございます、素晴らしい PV だったわけですが、ここで2つ目の、テーマ、はい、じゃあバーン、初めてのライブの感想を教えてください。はい、はい、そうですね、まあまず人生初ライブは、うん、まあ高校の高校3年生とかの文化祭だったんですけど、うんうんうん、まあ体育館とかでなんか生徒がとかが見てやったんですけど、なんかめっちゃキャパ広いね、キャッパめっちゃいいですね。何人入るんでしょうね。あ、だってもうイーストよりでかいと、イーストよりでかいかもしれない。確かにイーストよりでかいよね。でもぎゅうぎゅうではなかったんですけど、ね、なんか全然その段階でも全然 V 系をやるとかじゃなくて、うん、なんかヒデさんのロケットダイブとかやったり、ロケットダイブとか歌うんだ。やってで一曲、それが最後の曲だったんですよ。その曲が、はい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 、で最初の曲で。登場してきて、これすごい今でも恥ずかしいのが、うんうん、でも何の曲か忘れちゃったんですけど、2日前ぐらいにやる曲が決まったんですよ。僕その曲全然知らなくて、はいはい、だいぶ強行スケジュールだね、はい、で最初なんかドラムのカウントでチャン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 でボーカルが入る感じだったんですよ。あで、チャン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 で僕、あれなんだっけって言っちゃったんですよ、ステージの上で。曲が分かんなくて、曲が分かんなくてなかなか度胸あるね。そうですね、逆に大爆笑で、でも後から聞いたらみんなあれ演出じゃないのみたいな感じで、あ、まあ、結構度胸あると思う、済んだんですけど、でも逆にそれがあったから今こうしてなんか間違いとかを恐れず前にこうガッといけるのかなと思いますね。度胸あるんだね。 そこで間違いといてよかったです。あ、はい、もう初めてのライブの初ライブの一番最初の曲のカウントの後なんだっけっつって言う、あ、なんだっけって超度胸あるよ。大爆笑でしたね。あ、すごいね、はい、あ、それやり手だわ。で、なんだったの、何ですか、曲が、曲が覚えてないんですよ。覚えてない、なんだっけの方が強烈だもんね。なんか洋楽だった気がするんですけど、あ、すごいね、はい、あ、僕、ライブ学生の時とか全然、はい、だったからピアノでなんかこう、はい、なんだろう、こその鈴木メソッドだったから、鈴木メソッドってこうなんかそういうなんだろう、10台ピアノ並べて弾いてとかいうのがこうテレビ放送が入るのとかでこう快感みたいなところやったりとかのあったけど、はい、歌は歌ったことなかったから、小さいライブハウスでライブが初めてだったかも。なるほど。で、まあこの、それこそこの業界に入ってって感じで。そうそう。ちなみに今日衣装、初めてミサルから作った衣装を着てきました。ああ。あ、なんか初めて見た気がします。ちょっと、もうそれ言って大丈夫ですか、それ。大丈夫ですか。ピーって。そうそう。ご予算とかね、こう作ってくださった方とかは別にあれじゃないけど、ご予算がね、なくて。あ、なるほど。完全。これ、あれだっけ、スターウェーブ入って、そう一番最初の衣装だっけ、入った時にはもう違う衣装があって、前の衣装が、あ、前の衣装、その時に、着てる時に入った感じですね。あ、そうだね、前の衣装一緒のところだね、これスターウェーブ入ってからっていうのはこれが初かもしれない。あ、そうなんだ、はい、初衣装同士なんだけど、どうもちょっとこっちのっていう、やっぱ白似合いますよね。白がいいかな、はい、黒いいですね。黒も良かったですけど。マジっすか、はい、いやいや、でもすごい初めてのそうライブ、僕の時は結構やばかったです。もうガクガクで、初めてのライブの、あの映像があのビデオテープであるんだけど、はい、あのリンが家に来た時に見てすげえ大爆笑してた僕なんか、なんか初ライブ、あ、卒業ライブの映像をなんか工事あたりに見せた気がするんですけど、うん、めっちゃなんか爆笑された記憶ありますね。なんか硬いんだよね、最初ね、こう。そうなんですよ、なんかほんとこんな、え、でもギター見て、ベース見て、ギター見て、ベース見て、最後ドラム見てみたいな右見て、左見てえ、シンクエットの初ライブはどうだったの、はい、どんな感じだったの。シンクエットの初ライブは、あのサウンドビーさんの主催のライブだったんですけど、まあ、多分2011年の場所は10月28日ですね。あの池袋のブラックホールさんで、
はい、やって、いやもう化粧してステージに出て歌うっていうのが初めてだったんで。メイクさんもいた？メイクさんもいましたね。ああ、はい、そうなの。すごいな。はその最初のバン、ビジュアル系のバンドでもう今の人たちっていきなりメイクさんがいるんだね。僕たちも最初自分で見よう見まねで。なんか紹介してもらった方だったのかな当時は。はい、ああすごいね。はい、いやでもなんかまあ今だから言えることなんですけど、なんかこうライブ始まって僕たちも登場 SE があるんですけど、それがなんか初ライブの時に途中から流れたんですよね SE が。今使ってるやつ。今使ってるやつ、で順番がコージ、しおり、リノ、で僕が出るんですけど、もうリノの途中で SE の曲が止まっちゃって俺 SE なしでなんか出るんですよ。さあ焦るかもね。焦りましたね。それが初だったんでどうしていいのかも、なんかフォローっていうかそのあれもできないじゃないですか、後処理も。いやまあ今だから言えますね。あそれは結構焦るかもね、はい、あれこう見てるさ、こうファンのみんなどうどういう風に見えてるか分かんないけど、あれ結構みんな決めてるもんね裏でね。そうなんですよ、ね、ここで入ってみたいなね、ここで入ってこういうポーズ取ろうみたいなあるよね。あるんですけども、それが全て崩れましたね。あーあるね、はい、無音で、はい、うん、おかしくねって気がつくの遅かったんだ。じゃあお客さんもええみたいになっちゃったその時。ああそうなんだ、ちょっとほろ苦い思い出なんだ、ね、そうですね。それ初ライブの時じゃないけど、その後すぐぐらいに対バンしてるよね。エリアで。ああなんか前話してましたよね。そうそう、すごい覚えてる。エリアで対バンしたよねみたいな。あいいねって、なんかタンビっぽいよねっていう話をしてて最初。あ本当ですか。なんかこう衣装とかさ、こうベロアでさ、はいはいはい、で赤いそのベロアっぽいこう衣装のイメージってこう結構なんか新鮮で、はい、うまいし、すごいねとかって言ってたら、まさかその後一緒にこうやってまあそうですね、レベルの仲間になるとは思ったらなくとは思ってなかったけどね。あでもあの時の映像を見ると本当恥ずかしいですね。ただ残ってんだちゃんと DVD とかね。ちゃんとなんかパソコンに残ってて。あそれはいいね。いやそれはもう顔を覆いたくなりますね。うわあそれはなんかじゃあちょっと自分を戒める時にまた。そうですね。あこんなあとなんか思い出に浸りたい時とか、ああこういうこともあったなみたいな、こういう時期もあったなみたいな感じで。なるほどね、はい、なるほど、はい、じゃあそんなところですか。はい、うん、はい、じゃあそんなわけで、今回もお届けしてまいりましたスターウェブなんだよね、気になる次回のゲストをじゃあ君、はい、が、紹介してください。はい、次回のねゲストですね、はい、僕の愛する愛するおブブちゃんです。いい子もあるブブかい。ブブなかなかイレギュラーな。僕も猫飼ってて、あ猫好きなんで、へもうここはブブちゃんしかいないだろう。レーベルの裏ボス。そうですね、ブブもうすぐ飼ってきます。すぐ飼ってくれ。最近ちょっとな険悪なんだ。なかそうですね。僕はね、ちょっと次回のだから収録はちょっとどうなるか、ね、気をつけてください。僕もここだけなんで、この間ここピッてやれたんで。あ結構ね最近はちょっと仲が悪いんでここでこう、はい、なんか激しいバトルが始まるかもしれないですけども、はい、まあそんなバトルを皆さんお楽しみにしてください。さよなら。